はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。推理魔法様、鈴木様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。推理魔法さん、デモにも来て、くれて、お金もくれて、申し上げなくて恐縮してしまいますけれども、ありがたく頂戴して、政治活動を資金させていただきたいと思います。今日昼食後にですね、街中で、靴沢さんと私よりちょっと若いぐらいのリーマンさんに声かけられてびっくり仰天いたしました。あー驚いたと。動画見てくださってるそうで、握手して、別れました。今まであのあるかコミケの売り子さんで靴沢さんってに言われたことはあるんですけど、それ以外あんまりなかったんでびっくり仰天いたしました。世耕参院幹事長、増税が支持した、増税メガネが支持した、税収還元の期限付き所得減税と非課税世帯へのばらまきをですね、来年夏のボーナスに間に合うようにと述べました。世論です。来年夏にボーナスが出るようにしてください。スピード感もはやなし。ちょっとの減税でなんとかなると思うのよ。その頃に選挙ですか？そもそもボーナスなしの人がたくさんいる現実。さっさと消費税減税しろやボケと、所得減税の穴埋めでどの税金を上げるんだろう。やりそうですねやりそうですね。すでに徴収した税の還元には時間かかるから、即効性のある対策としてですね、今すぐトリガー条項発動でいいのにね。とりあえずそれやってくれたら頭悪すぎだよね。増えた税収を還元しなくていいよ。実質税負担率 47% とですね、エンゲル係数 29% で生活が苦しすぎるんだから、恒久的な減税でですね、これをなんとか低下させてほしいんですよ。実質税負担率が下がればですね、使える金が増えるってことだから、エンゲル係数も減るでしょう、いうことなんですけれどもね。頭が悪いことで有名な立憲岡田幹事長、自民の減税を批判所得税の減税は悪い手であり選挙目当てであざとい、どこがどう悪い手なのかの説明はなし。多分本人も理解してないで文句垂れてんでしょうね。世論です。そういうとこだぞ。減税なんかされたらまた選挙で負けちゃうじゃないか。散々ばらまきがーって批判してた低所得者向け現金3万円給付が立憲案。パヨが散々発狂してたばらまきがーはどうすんの。立憲のばらまきは綺麗なばらまき。ばらまきの方があざとくないか。反対のための反対なーのだ。岡田だからこんなもんだろうな。自民の程度が低いのは他がもっともっと論外だからですよね。切磋琢磨の背の字もないんだもん。そりゃ劣化するよな。立憲案は低所得世帯に3万円支給なんだって。これもし自民がやったらですね、喜んでばらまきがあって吠えてたでしょ。そういうとこだぞ。支持が伸びないのは米英仏独イカかはカナダね、の G6 が共同声明、イスラエルの自衛権を支持する、民間人保護の国際法は守ってね、G7 で日本だけ声明に参加せずって、ぼっちいいです。ぼっちジャパン、世論です。石油が欲しいだけ。日本はこの件に可能な限り関わるな。日本はイスラエルより中東が大事。ここ意地でも加わらないのが結構謎やな。はぶられ増税メガネ、チャンスをピンチに G7 落ち、声かけてもらえなかっただけだろう。中東情勢に、賢明なやつが政権内にいるんだな。変なとこで悪目立ちすんだよな。あんだけ欧米追従が好きな日本がどうした？謎に思うかもしれないですけど、松野官房長官、すでに上川外務大臣がハマス非難してるし、事態の早期沈静化が極めて大事って発信してるしって言ってましたけれども、日本がこの共同声明に参加したくても参加できない理由はですね、9条のせいでいざって時には武力行使に、参加できないからです、声明出しといて、イスラエルの自衛権を認めないような動きがあったらば武力を使ってでも、止めると、そういうもんで、それに日本は参加できない。
9条があるから、同じ理由でですね、ジェノサイドを見つけたら力ずくでも止めるよっていう条約にも参加できない。官房長官ね、通過自民党はですね、ゴニョゴニョゴニョってごまかしてないで、こういう機会にですね、9条のせいで恥かいちゃったよってはっきり言えよな、センスねえな。戦後78年間ですね、一言一句会見できてないのも自民党のせいですよ。綱領に掲げてるくせにやる気ないんだな。本気で会見するってんだったら、まずね、嘘情報流されないようにテレビ退治するでしょうけど、テレビ退治が一番先ですね。新規参入を許して、テレビ局ね、20局とか30局にするとか、で、一局一局の影響力を弱めるであるとか、電波オークションするとかでテレビの力をそげるでしょうが、それ一切やってないってことは本気で会見する気ないってことだな。会見どころか本気でね、政治するっていうか、日本を良くするとか、そういうことする気がないってことですよね。断るごとにですね、9条のせいでジェノサイド防止条約に参加できない、恥かいたって宣伝も、やったらいがっぺってね、そういうのをやったらいがっぺって。議員は支持者の鏡、有権者の質底上げしないとマシな議員は生まれないですわね、残念ながらね。ですんでね、やっぱりね、テレビばっかり見てる人、テレビの影響を受けやすい人が率が高いと、まあまあよくはなんないわな。ただ期待はですね、時間は我々の味方である。若者はテレビなんか一個も見ねえからね。東北が異常な速度で衰退中、今のペースが続いた場合のですね、2045年、今から22年後の推定人口、総人口はマイナス 14% の1億642万人、青森マイナス 37%、82万人、岩手マイナス 30%、88万人、宮城 22% 減、180万人、秋田 41% 減、60万人、秋田市30万人切りそうとか騒いでましたけれども、秋田全体で60万人なっちゃう予想なのか。山形マイナス 32% の77万人になるだろう。世論です。温暖化で南方から移住増えるから、寒いし熊出るし仕事ないし、雪国暮らしにくいもんな。車ないとマジで生活できない。東北、四国、北陸はものすごい勢いで衰退している。適正な人数に戻るだけでは若者向けの職がないんだよね。工場、介護、警備しかない。ネットの普及の結果、ますます地方に住んでることの格差を実感したからと。東北最南端ですが、いわき市に長らく住んでいたから言いますけれども、東京の方が圧倒的に暮らしやすいですわ。おととしね、肺がんの手術しましたけれども、いわき市だったら多分死んでるな、いい病院なくて。地方は仕事がないっすよ。SNS で華やかな都市部と自分たちの田舎との比較が要因になってですね、格差を見せつけられて、やっぱ都会がいいな、脱出する人もいるんじゃないでしょうか。一番の原因はですね、米の価値が低下してですね、電波タン持っててもしょうがねえなっていう、そういうことがその脱出とかに拍車かけてるんですけどもね。今現在米農家だけで食っていけるとこどのぐらい存在してんだろうね。職業米農家ってかける人どのぐらいいんだろうね。秋田のマイナス 41% は強烈ですが、最近熊被害連発してるしね。そういえばね、なんか山の手入れする人がいなくなっちゃって、熊が山と人里と区別つかなくて降りてきちゃうって話なんですけどね。今日の単身であります、秋田県出身の新潮記者、山内貴則さん、山中で熊に遭遇したことがあり、その時の恐怖が忘れられない。熊を駆除するのはかわいそうだのなんだのと伝突する連中は熊と同じで話が通じない。お前ら秋田に住んでみろってんだという内容を丁寧な言葉で2ページにまとめる。伝突するバカはですね、熊が死ぬより秋田県の子供が死ねばいいって思ってる人でなしだろ。そうなんだろうって。倉庫の天井まで詰められてもう安売りしないホタテ。漁協は
だって水産加工会社が倒産しちゃうし、などと、ごにょごにょ言ってるが、要は今の高値維持したいだけでしょ。だが現実は厳しく、来年から価格交渉が始まるそうで、今より安く食べられそう。私はさほどホタテ好きではありませんけれども、大学の麻布大学の病理の教授、癌細胞は核酸がめっちゃ多いから、食ったらホタテみたいな味すんじゃね。ホタテも核酸多いみたいですね。核酸っていうのは、あれです。DNA 入ってるとこ。まあ、細胞核と細胞質でできてるんだね。で、癌細胞は、細胞核の割合がめちゃくちゃ多い。ホタテもそう、みたいなんですね。この言葉で私、ホタテあんまり好きじゃなくなっちゃったのかもしれない。ひょっとしたら。30年も前に聞いたこの言葉でホタテ好きじゃなくなったのかもしれない。まあね、生のホタテは食いません、私。食いたくない、嫌い。焼いたのは美味しいなと思いますけどね。さほど美味しいとも思わねえな。数ある海産物の中でホタテばかりが話題になるのはですね、海産物輸出総額3873億円中、ホタテが1070億円とダントツ 25% 以上、4分の1以上占めてますね。これは知らんかった。日本人に食わせないでですね、輸出してたのは、そういうのを飢餓輸出って言うんだぞ。飢餓輸出。自分が飢えてんのに、食い物を輸出しちゃうっていう飢餓輸出ね。これはルーマニア、チャウシェスクの時代のルーマニアがですね、これやって、国民何人も餓死して、とうとう怒り狂った国民に射殺されましたけれどもね。関口博士の三毛に出演料は1回300万円、年45回やってから1億3500万円、これがパヨ階級の到達線ですね。トップパヨと呼んでもいいな。パヨは自分の階級を上げるためにですね、日夜頑張って嘘ついて、言いがかり難癖嫌がらせ、最後は暴力に勤しむと。頑張れば、学者の方でパヨ頑張れば、学術会議にも入れてもらえると。こういうわけですね。関口博士と似たような立ち位置の田原総一郎、89歳。89歳か。番組中に玉木雄一、民民代表に向かって、うるさい、黙れ、と怒鳴ってしまう。前頭葉が衰えると怒りを我慢できなくなるそうですね。にしても討論番組で黙れはないわね。討論してなんぼなのに黙れはないっしょ。こいついつまで生き恥さらすつもりなんだろう。警視庁9月だけで35人のパチンボを逮捕。年齢は21歳から46歳。46歳、売れんのか。綺麗だったら売れるか。7割が20代。ほぼ全員ホスト狂い。釈放されたその足で立ちんぼ再開した強者も。警視庁幹部、原因なんとかしないと根本的解決にならない。これホストクラブの付け禁止、付けって借金ですからね。付け禁止とかになるかもね。にしてもですね、男で借金してまでキャバクラ通うって、話あんまり聞かないですね。女の人の方が恋愛中毒になりやすいですかね。パレスチナ人女性の投稿、ガザを助けてくれない世界を許さない。甘えんねん、知らんがな、と反応は冷ややか。この人に許してもらわなくても、私全然別にいいけどね。この人に許しを得る立場じゃないけどね。鳩山幸雄、日本は一帯一路に参加すべき。これ絶対参加しちゃダメなやつってすぐわかりますね。朝日毎日同様に鳩山幸雄は正確無比な羅針盤であります。鳩山がやるべきって言ったことは絶対やっちゃダメ。逆羅針盤っつうのかな。運送業の人手不足倒産が例年の5倍。仕事はあるが人が集まらなくて倒産しそう。でも賃金は上げないというその意気や、よし。よけないですね。持論がまとまりました。これずっと考えてたことなんですけれども、今日、ざざっとですけど、やっと文章に、できました。世界中が男女平等になっても、我々日本人だけはそうしてはいけない。男は男の、
女性は女性の男女の役割を守らなくてはいけない理由、これは国読みが終わりまして、日本を統治する神を生むために交わったイザナギイザナミ、にですね、最初に生まれた子は異常児のヒルコ、性別やどんな異常だったかは不明、イザナギふさわしからず、ヒルコを海に流してしまう、イザナミが誘ったのがダメだったんでは、次の交わりはイザナギが誘うようにしたら、天照天照大神をはじめとした神々が無事に生まれまして、イザナギから誘うことが正しいと証明されました。天照大神、天照大神の別名は昼目の御事、火の女の御事ですね、昼子がまともならば天照大神は昼子の御事だったかもしれない、このエピソードはものすごく重要であります、男は男の仕事しろ、女は女の仕事しろというのは、このエピソードはものすごく重要であります。なぜならイザナギはイザナう男、イザナミはイザナう女だから、名前がそもそも、なのでイザナギイザナミの六大子孫、神武天皇の末裔である我々日本人は男は男の女は女の役割を違えてはいけない、男女の役割を必ず守ること、男が出産できない以上ですね、男女が平たく等しくなんか実現しっこねえですけどね、全然ね、実現しっこねえですけどね、平たく等しくって、叫んでるやつはそこら辺どう考えてんだろうね、ちょっと聞いてみたいなというのが私の持論であります。これ覚えて、フェミとか、女の人に何でもやらせよって、頑張ってるやつに、ちょっとマウンティングしてください。とっちめでやってください。こういう、だから、これだから日本人、男女の役割は、互いてはいけないんだ。子孫なんだから。で、とっちめてやってください。よろしくお願いします。メール等になって我が党を支えてください。動画説明欄、もっと見るをクリックしてですね、そちらからご登録ください。物品でのご支援は、生物や、すごい重い水物、例えば、ビールケースとか、そういうのは、ちょっとやめてください。私、ぎっくり腰やってるんで、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。